27歳の若さで親族の経営する老舗塗装会社の社長に就任した磯部武英さん。しかしその会社は50億の負債を抱え、まさに倒産寸前でした。着任以来徐々に明らかになっていく笑えないその内情とは。続けてご覧ください。50億の借金っていつ気がついたんですか？いや、もうその時点、スタート時点ではそれ把握してました。どんな気持ちだったんですか？いや、もうとにかく自分が引き受けて前に進めないと話が始まらないという感じでしたので。引き受けてその回復できなかったらどうしようっていう不安感なかったんですか？そうですね、まあそれはありましたけど、開き直ってたといいますか、別に失うものも当時なかったので。なるほどね、はい。その頃は売上と社員数どれくらいいたんですか？売上が本業部分でだいたい40億から50億ぐらい。40億から50億、はい、社員数が120名ほどでした。120名、はい。それで借金が50億、はい。今はどれぐらいですか、売上は？売上は今60億ほど。売上は2割増、いや、そこからですね、結局、うん、まあ、銀行取引が停止状態で、うん、当然余震が下がるということですね、うん、があって、当然取引先から契約の解除とか、明日も50億からドン下がるんだ、はい、発注停止で、協力業者が仕事を引き受けてくれない、信用がないから塗料が仕入れられないで、優秀な社員がどんどん離脱してしまうという状況でした、うん。で、蓋開けてみると本業が赤字だったんですね。なるほど。なのでちょっとこれはというところで20億まで下がった。で、社員数も半分に減らしまして。社員数半分、はい。それでも赤字だよね。赤字です。そこからどうやって信頼と売上を回復したの？一番きつかったのが、うん、じゃあこの体制で頑張ろうっていう時に、うん、新規の営業が全くできない状態だったんですね、うん、余震がもうないので、うんうん、磯部塗装ですって言っても、うん、いや、もう潰れそうな会社になんでそんな仕事を出さないといけないの、うんうん、で、あとは資金調達ができない。そうだね。なので、まあ、とにかく人員、今ある仕事の中でなんとかこなしていこうっていうところ、うん、で、まあ、社内の改善だったりとか、うん、見える化ですよね。お客様からの信頼があって、工事実績もあって、うん、恵まれてたのは社員のやる気自体はあったんですね。なるほど。ただマネージメントがとても未熟で、未熟というか、うん、古い老舗の会社って言ったら聞こえばいいんですけども、うん、昭和の中盤ぐらいでこう経営のシステムが止まってたようなイメージです。なるほどね。笑えない話だったんですけど、当時の経理の責任者が結構、まあ、うん、高齢の方だったんですけど、うん、当然パソコンで上がってくる資料を最後ソロバンでチェックしてるみたいな、うん、おい、マジかよと思ってそれはもうソロバンをバカにするわけじゃないですけど、ちょっとそういう状況じゃないよねっていう感じだったので、うん、とにかく社内の認識もおかしくて、うん、数字が上がってる利益に貢献してる部署と、うん、そうじゃない部署がもうぐちゃぐちゃになってたんですね。なるほど。で、社員一人一人は仕事頑張ってて会社に貢献してるって思い込んでたんですけども、うんうん、実際蓋開けてみると部署によっては大赤字だったりとかいうことがあったので。まずどっから手つけたんですか？まずはもう情報全部出しました。今うちの会社が借金抱えてる状態、こう、はい、なるほど、はい、っていう、まあ、そういう財務的な話と、うん、まあ、BS の部分と PL の部分を全部オープンにして、うんうん、申し訳ないけど早急に黒字化しないともう回らないということですね、うんうん、で、そのためにあなたたちの部署過去3年こうでしたっていうのを全部出して、うんうんうん、で、いい部署はいいんですけど、うん、悪い部署についてはこれだからダメということじゃなくて、どうやったらプラスになるか、私も急に社長になったんでわからないと。だから、まあ、PL、BS を見て、はい、固定費の最適化をまずやったんでしょ、はい、それだけでも赤字から回復できないでしょ？できないんです。あとはもうシュリンクした状態でやっていこうと思うと利益率を上げるしかないので、うん、じゃあ利益を上げるための方法を考えようということ で、うんうんうん、で、社内のノウハウをちょっと交換しながらですね。なるほど。その時にね、はい、いい人材の流出が必ず起こるじゃないですか、はい、で、いい人材をどうやって維持したんですか？もう個人的にも口説きまくったって感じなんですけども、全国暗記しまして、うんうんうん、とにかく一人一人呼び出して、うん、今正直苦しいし先行きも分かんないと、ただもう全力でやるので数年待ってくれと。それはあなた20代の時でしょ、はい、社員は年齢何歳までいたんですか？もう50代まで。この時100人いて、私一番年下でした。でしょ、はい、一番高齢は 何歳だったんですか？一番高齢の方はもう70とか80の方もいたんですけど、そういう人たちを一人一人口説いたんですか？すいません、70とか80の方はもうちょっと無理だなと思ったので要はもうとにかく生産性上げないといけないって時に、パソコン使えないとかうんぬんとかって話はもう論外だというふうに思いまして、うん、もう今ここで一気に変えなきゃということで、で、誰が会社に貢献してるかも分かんなかったので、うん、まあ、今の私の右腕がいるんですけども、うん、その人間にもう組織図書いてくれと、うん、あなたがトップでどういうふうにしたらいいか本当に分かんないし時間もないから、居酒屋でペーパータオルに組織図書かして。なるほどね、はい、それで大元にじゃあこれの通りにやると、で、経営的なところは頑張るから現場の仕切りはお願いしますみたいな形で分担してですね。今までの話聞いて思ったのはね、やっぱりどん底の会社を引き受けるとそれ以上下がることないから
失うもんないんですよ。ないです。若かったっていうこともあったと思うんですけども、うん、分からないってちゃんと言えたっていうところが非常に大きかったというか、うんうんうん、分からないから助けてほしいって話を、うんうんうん、やっぱり私もね、若い経営者と接点を持ってつくづく思ったのが、30代の前半が一番伸びるんだよね、うんうんうん、だから30代の前半の人をどんだけ伸ばすか、これがもう企業の成長力だってよく分かったんでね。今の磯部さんはね、27歳でしょ、はい、うん、やっぱりその若さなんですよ。若さだね、はい、なるほど。それで、はい、27歳2009年の2月から引き継いで、はい、黒字まで戻るのにどれぐらい？1年ほどで黒字化させました。なるほど、はい、もう余裕がなかったというところですね。だからまあ固定費構造の最適化、はい、利益率を最適化する、はい、仕事もある部分は捨てる、ある部分は集中する、はい、もう戦略受注させていただいて、はい、なるほどね、まあ、基本中の基本だけど、その基本が普通できないんだよね、うん、それで20億まで下がって、はい、今60億、はい、で3倍ぐらい持っていったんだ、はい、うん、もうとりあえずまあ会社がなんとか継続できそうってなったのが、そこから 4,5 年後ですかね。とにかく立て直っただけじゃ面白くないから伸ばそうぜということで、まずは倍目指すぞというところで、当時20数億だったんですけど、ただ11年にちょうど東日本大震災が起こりました。そうそう、311あったね。立て直りかけた時に地震が起こってしまって、予算の配分が変わってくるんですね、はい、これはちょっときついなって思ってたのが、やはりきついことが起きまして、またぶつかって、はい、あとどんな課題があるんですか今？いや、もうほとんど人材の確保です。逆に言うと人材さえ確保できていれば勝てると思ってます、うん、もう正直バックオーダーが3年以上ありまして。3年以上、はい、バックオーダーっていうのはね、知らない方いらっしゃるかもしれないけど、受注残、英語で言うとバックログって言うんですけど、注文を受けてんだけどまだ納品できない、うん、こういうものをバックログという。公共事業もやっぱり3年分ぐらいあるんだ、はい、なるほど。でもそれでも受けきれなくてですね、もうお断りしている状況がちらほら出てきてるという。そういった人材を確保する、はい、その確保のところはどうやってやってるんですか？確保はまあ基本的にいろんな採用媒体使ったりとかですね、うん、あとは職人同士の口コミみたいなものもちょっと利用しながらやってます。なるほど、はい、なるほど。ただ会社の方針としてはとにかく未経験の採用にこだわってまして、別プロジェクトで外国人の技能実習制度の話なんですが、うん、ミャンマーの方で仲間と一緒に日本語学校やってまして、うんうん、そのミャンマーからの実習生が年に15名から20名。結構真面目でしょ？はい、めちゃくちゃ真面目です。そうなん、いいやつらです。サブロク協定ってあるじゃないですか、うん、はいはい、だから彼らにそれを説明するのがすごい難しくて、うん、なんで社長仕事ある、我々休まなきゃいけない一応法律なんで元気働きたい。だからミャンマーだとかね、うん、そういうね発展途上国 の若者ってもうやっぱりハングリーなんだよ、うん、むちゃくちゃハングリーですね。今ちょっとコロナで行けてないんですけども、うん、必ず現地に採用行くときには若手連れてってまして、うん、で君らが決めろと、うん、いう形で面接をゼロからやらすと、うん、ものすごいカルチャーショック受けるんですよ。自分と同じような年齢の子たちがその面接に来て、あ、日本人の若者にリクルートしろと、はい、ショック受けるんだ、はい、あ、それはいい経験だね。やっぱり働くことの意味とか、うん、彼らは本当に一族背負ってその面接に来てますので。そうだよね、はい、いかがでしたか？次回は人材確保の重要性、そして見事再建を果たした後のご自身の進退についてお伺いします。ビジネスに関するご質問がある方はコメント欄にお書きください。このチャンネルで原田さんがお答えします。